おはようございます。今日は11月22日いい夫婦の日だそうですよね。相場はいい夫婦かというとちょっと混迷を極めているところかなと思っております。というのがね、通常テクニカルで私解説してるんですけども、テクニカルでは説明できないような事態がこれから起きるかもしれないんですよ。そういった時でもやっぱりテクニカルでなるべく、ご案内をしていきたいとは思うんですけどもね。これから国際情勢とか、原油の価格高騰などでですね、どうも円安ですか、これは急速に進むんじゃないかなと思います。これはテクニカルを超えた政治的圧力とか国際間の経済バランスによって起きることなんですよね。いや、そう考えていくときにかなりこれからは指標がね、荒れるんではないかなと思います。すぐに相場解説入れなかったその理由ってのはここなんですよね。今回週が明けて114円の018あたりで価格はつけてるんですけども、どうもね、前回お話したレンジ幅ね、ありましたよね。114円の255、114円の785、この間に収まってはいるんですけども、倍に向かうのかなと思ってるんですけども、どうもね、それがですね、テクニカルではなくて、先ほどお話したような、もう国際間のやり取りで日本のね、率直に言うと円の信認が失われ始めてるんではないかなというところなんですよ。日本円危ないぞというふうに考えられている節があるんですよね。これをそこで話すと長くなるんですけども、日本はね、十分な財政出動をしていない、つまり緊縮で全然世界と歩調を合わせてないじゃないかっていうことで評価が下がっているということなんですよ。岸田総理に代わって財政出動をね、どんどんしていくのかと思ったら、いまいちしょぼいケチ、全然市場に合わせていない、国際社会に合わせていないっていうところで、ただでさえ不利な状況の日本に追い打ちをかけるように世界から見放して日本をマーケットから外そうかというところで、円安がね、急速に進む、要するに円が売られ始めているということなんじゃないかなと思うんですよ。私たち投資家としてはそういう場合はもう円安の方にシフトすれば資産を増やしていけるんですが、ただちょっとね、そういう稼ぎ方ってのはあんまり嬉しくないですよね。この国が衰退して金銭的に貧しい人ができる、その失われた円というお金を投資家たる私たちが結局ね、海外のそういった思惑と一緒に駆逐してるということにもなるんですよ。話が長くなって申し訳ないんですけども、為替をやってるからこそ考えることができる深い日本へのね、懸念ですね、これはね。そういった前提がありますけども、今日もね、週が変わりましたんで週足から見ていきましょう。週足ですね。ちょっと力が入らないんですけどもね、どうも本当に。これからこの国大丈夫かと。今まで以上に思いますよ。唯一がね、株価の高値安定とかだったりしたんですけども、それもこれから危ないですよ。はい、こういったレンジを設けて、その間で長い間やってきたのが週足だったんですけども、ここをブレイクしてからというものね。さあ、ここでまたギザギザとボックスを作りかけております。先ほどお話したように基本的には円安に触れていくと思うんですよ。悪い円安ですけどもね。ですから売りに向かうことはないかなと思うんですが、短期的には売りもあり得る、それをこれからお話していきます。長期的には倍だと思いますよ。で、これが1日足なんですけども、ご覧のように全体から見ると右肩上がりなんですよ。下がってもそれ以上に上がる、つまりここ値段が下がったでしょ。でも今それ以上に価格をつけてるじゃないですか。この繰り返しでどん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 上がっていくのがこの流れなんですよ。下がったけども前の高値以上に上がる、下がるんだけども前の高値以上に上がる、下がるんだけども前の高値以上に上がってますよね。で、今また下がっている、でも前の高値以上にこれから上がるというふうに見ています。これが日足までです。でもね、4時間とか1時間になると短期的な視点で稼いでいかなくてはいけないんですよ。そこで出てきたのが、ご存知、これですよね。なんだかわかります？肩？頭？
肩ヘッドアンドショルダーじゃないですかこれ、うん、ただずっと稼がしてもらったレンジの領域がここですから、このヘッドアンドショルダーは作動してもここで止まる可能性があるんですよね。まあ、ですんで売りに入るとしたらここを突き破ってからここまでです。ここまでね。これが4時間の見方です。じゃあ1時間で見ていきましょう、ね、今ねヘッド&ショルダーのショルダーがぶつかってるとこです。でレンジ幅も以前書いたように113円の785、114円の255を上下としてこういうふうにつけてます。うん、一旦下の方に向かっていった場合、ここを突き破ったらねセルの方で行きましょう。そうでない限りは見ていきます。でして当然ですけども、ここを破ったらバイで入るわけですよ。でもねすぐに入るんじゃなくて、少なくともねこことここを結んだところ、ここを超えたらバイに入るようにしましょうか。114円の595です。ここを超えて上回っていったらバイでエントリーして、ここまでを取っていきましょう。110円の945ね、この幅です。よろしいですかね。そういうふうに私は戦略を今週立てますよ。長期的には上の方に向かうと思います。円安に触れると思います。多分ね120円とかっていうのを見る日もそんな遠くないと思いますよ。まあそういうふうに私は考えてますので、まあ円の売り、こちらの方にね、ドルの買いですか、同じ意味ですけども、こちらの方に為替の方は力を入れて、まあ日本経済は衰退するけども個人的には豊かになるっていう方法が投資家たる私たちには残されているということで、なんとか生き延びていきましょう。そして儲けたら近くのお店やそれからサービス、こちらの方でね国内需要をかき立てるために一生懸命お金使いましょう。私は車が好きなんでもう1台買って、そうすると車も儲かるし保険も儲かるしっていうことになると思います。まあ無理やり買う必要はないですけどね。まあ、ちょっとね変な話になりそうなんでこの辺にしときましょうか。とにかく今週は今お話したような形で攻めていきましょう。短期的には長期的にはって感じですよ。はい、短期的にはセル、長期的にはバイですよね。またおいおい解説していきます。それでは22日から始まる週、今週も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。おはようございます。11月23日朝の相場解説、5時16分にお届けしております。まあ今までずっとですね、まあレンジの幅を設定したわけですけども、下が113円の785、上が114円の255ですね。で今回は上の設定114円の255をオーバーしたら、そこで買いでエントリーしてここまで取っていってくださいよっていうところまでがきっちり来ましたので、そのあたりを解説していきます。今日は1時間からお話していきます。こちらです。はい、1時間足ですけども、ずっとねお話していた通りに、こちらの価格114円の255と113円の285の間でレンジを設けましたよね。レンジで設けたってことは、この上の線を超えたら買いでエントリーすればいいんですよっていうところがここ、下の線を抜けたら売りでエントリーすればいいんですよって言ったところがここで、売りの線に関しましてはね、ヒゲを出して戻ってきちゃったんで多少のロスカットがあったと思いますけども、そこからお話して昨日なんですが、まあこれからね長期的に見て悪い円安が来るんじゃないかなと、1ドル120円みたいな日も来るかもしれないよって言ったところの直近の話として、短期的には売りに行くことはあるかもねというお話でした。まあでもこのレンジラインがありますので、素直にレンジでここを超えた時はね買いで入ればいいんじゃないかなと。そして買いの限界点がここ、力点のここですよね、一番高値になってるところ、まあ、ここ、こういうふうに横に線引きます。このゾーンに入ったところで利益確定すればいいよってことなんですけども、まさにそうなってると思います。110円の255を超えたあたり、おそらくね315あたりで買いでエントリーして、で初心者の方はこちらを超えたあたりでエントリーしたんではなかったかなと思います。私がお示ししたのはここですね、110円の525から114円の595のあたりで
倍でエントリーして、そして40ピップスを取ってね、この辺りで利確すればいいんじゃないですかってことで、その通り来てるわけですね。今回よろしいですか。はい、じゃあ改めて日足の方を見ていきます。日足なんですけども、大きく考えていただきたいのは、もうね、円安の方に進むしかもうこれからはないってことですよね。日本ってのは国力としては弱体化して、さらにそれが加速します。対してアメリカの方はね、相変わらずの強気姿勢と、まあ、サプライチェーンの活用によって国内需要を高めていって、これからまさにね、クリスマス商戦に突入、そしてクリスマス商戦が終わると、クリスマスで貯めたポイントを今度は年明けに使うっていうね、需要大喚起時代が入ってきます。つまりドルは動きまくるわけなんですよ。ということでドルはどんどん高くなっていって、対して日本は貧しくなっていってますから、デフレが進んで、対外的にも日本円は安くなる。そして原油の高騰により、これ説明省きますけども、日本円はもっと安くなるということで、基本的にこの図から見ると倍の方で入れていけば、まあ、個人的に儲けることはできるんじゃないかなっていうところの一例です。4時間の方はね、ちょっと別のことを言いました。4時間は実は売りに入る可能性があるんじゃないのってことです。こちらの113.785を基準面に取った時に、ほらヘッド&ショルダーが昨日もお話しましたけども、ちらつくわけなんですよ。ですんで、ここをもし割って下の方に行くようだったら、セルでここまでね、取れるんじゃないかなってことをお話しましたけども、結局ここを割ることはなかったことと、その前に上のラインをね、超えていったところが、まさにヘッド&ショルダーでいうところの肩のポイント2つをクリアしましたんで、ここまで取っていけるでしょっていう話だったんですよね。で、まさにそうなったわけですから、まあ50ピップス前後、今回は利益取ったんじゃないですか。あ、ちなみに12月相場あんまり動かなくなりますので、今週利益取っとかないと、もう利益を取る瞬間ありませんからね。FX 講座も、だいたい1年がもうね、この時期に終わっていってるってことなんですよ。はい。で、また1時間に戻ります。ちょっとごちゃごちゃしてますけども、冒頭でお話した1時間の様相、ここで思い返してみてくださいってことですね。よろしかったですかね。はい、ということでね、これから日本は世界からさらに置いてかれて、非常に厳しい冬の時代を迎えます。しかもこの冬は出口がありませんし、そうこうしているうちに日本ならではの天災、地震、こういったものが起きて、さらにね、食料なんていう問題も差し迫ってきました。日本は食品のほとんどを輸入に頼ってますけども、世界的なインフレによって食品の価格は高くなります。それから人口の爆発によって食料の供給が足りなくなる恐れがあるんですよ。そうなるとどうなると思います？もう自国で消化するだけにとどまって、他国に売る余裕はないってことになります。ということで、輸出はこれからどん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 値段を上げるか、希少性を増していくってことになります。輸出を完全にしなくなる国もあるでしょう、原材料によってはね。まあ、そうなってくると、日本でもスーパーに並ばなくなった商品とかが出てくるのかなと思いますし、そういうところを見るとね、食糧難が来るっていうふうなパニックによって、買いだめももちろん起きるでしょう。買いだめするのは誰だと思います？そうなんですよ、金持ちが先に買いだめしますからね。安いうちに金持ちが余剰資金で買いだめをして、お金の余裕がなかなかない方は買いだめをしようにもお金も場所もないってことになります。まあ、そうなると、分かってはいながらも高いものを後々買わされる羽目になるというね、まあ、とんでもない未来が見えてくるんで、そうならないためにもね、まあならないためにもっていうか、なっちゃうんですけども、せめてお金で問題解決できるように相場をしっかりと捉えていきましょうってことが、今日のお話のちょっとね、寂しい話ですけどもね、お伝えしたいことになります。これから円安がどんどん進みますけども、その円安に合わせてしっかりとね、ドルを買っていくことを続けていければ、物価は高くなっても、いろんなものや食品が値上げしても買えるという状態にはできるんじゃないかなと思うんですよ。もはやもうそういうふうにね、社会をどうするという問題もほっとけないんですけども、個人的に生き延びる道も少なくとも掴んでおかなくてはいけないのかなという寂しい現実ですね。はい、本日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。いつまでも若くいたいですね。私ももうね、50歳になりそうです。若くいたい、若くいたい。よし、11月24日
相場解説の時間でございます。時間6時25分。はい、じゃあ早速ね、切り替えていきますね。いや、今日もね、デイリーから見ていきます。これデイリーなんですけども、どん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 、円安が進んでいます。114円を突破して、もう115円。これもですね、大きく115円を超えて、もう116円とか、以前からお話ししてますけども、悪い円安が進んでね、これ120円まで行く勢いですよ。それこそ日銀の市場介入でもない限りは120円はこのまま進んでいくんじゃないかなと思います。当然そうなると国内の輸入品っていうのはものすごくね、値上がりしちゃいますよ。今ですら原油って高くなっちゃって、もう今ね、史上初、日本の備蓄を今開放して価格を薄めようとしてますよね。で、トリガー条項なんてのも未だに維持されてます。これトリガー条項による25円のガソリン税の上乗せに対して利権が絡んでるから値下げできないんですよね。だってその25円がなくなったら儲けてる人が儲かんなくなっちゃうから。しかも楽して儲けてるわけですからね。いやー困ったもんです。私たちはこの円安に対して少なくとも個人的に FX で利益を積んでいくことができる一つのチャンスだと思います。つまりは円を売れば売るほど私たちは個人資産は増えていくっていう現象なんですよ。ただ円を売れば売るほど日本全体は悪くなっていきます。これがだからね、政治家や権力者と同じで、目先のこと、目先の個人的利益を優先すると社会は悪くなるっていうよくある例なんですよ。さあ、こっから皆さんどう思われます？一部の既得権益者が自分たちの利益を守るために長期的な視線で日本をダメにしてるっていうことと、今私が皆さんにお勧めしている円を売れば儲かるよーっていう感じで実際に円を売ったら儲かってるでしょ。このあたりからですかね、売りにかければずーっと儲かるわけですよ。でも円を売るってことはそれだけ日本円が世界に対して弱くなることなんで、将来的に日本はダメになっていくってことに加担してると言っても言えると思うんですよ。だから個人的に儲かることとこの社会が儲かることが一致してれば自分よし、相手よし、社会よしで三方よしなんですよ。でも個人的には利益だけども、そして証券会社もこうやって取引すれば儲かるけども、でも将来の日本はこれによってどんどんね、円安が加速してダメになっていくってことなんですよ。で、もともとニクソンショック以前は1ドル360円だったんですけども、これが本当にもう一回360円になっちゃうんじゃないかなっていうことですよね。ちょっと暗い話になりましたけども、私はそれでも個人的にこの FX のテクニカルではあなたが儲けることだけを考えて話していきます。はい、ということでね、安値はどんどん切り上がってきて高値一辺倒です。安値、安値、安値、安値でしょ。高値、高値、高値、高値でしょ。もう右肩上がりのトレンドはもう変えようがないんで、これからもうずっとこの画面上ドル円ではバイバイバイ、ドル円でバイってことはドルを買うってことですからね。ドル円ですからね。ドルを買って円を売る、だからドル円です。円ドルだったら円を売るっていうことになりますけどね。じゃあ次の時間軸見ていきます。マックスちゃん4時間、もう言うことはないですよね。一時期このヘッド&ショルダーを警戒しましたね。ヘッド&ショルダー一時警戒しましたよ。でも結局はもうヘッドを超えて上がってきましたんで、ここからも買い一辺倒としか私は言いようがありません。以前ここでレンジを組んでいましたよね、覚えてます？ここでも利益をしっかほっか取って、今はフェーズが変わってこっちの方に移ってますからね。一瞬ここだったんですけどね。じゃあ1時間足です。もうバイオをしましょうと以外には言うことがないんですけどもね。こちらの方の絡みももう抜けた感じです。もう完全に底を作って上げ底になってこっから上がっていくばっかりだというふうにしか見えません。細かい説明はもうしませんけども、これ完全に上げトレンドになったでしょ。上げトレンドに、それだけなんですよ。もう細かいこととか言わずに、もうね、全体的にトレンドが円安なんですよ。もうテクニカルをそこにかぶせていってもしょうがないんで、今はとにかく円を売ることだけ考えていけばいいんじゃないかなと思います。特に1時間以上で勝負している方はずっとね、買いでいけば120円までいっちゃうかもしれないですね。いや本当にね、これ日銀の市場介入ありえますよ。今年中にこのままでいくと市場介入してくるかもしれない。その時には逆に円をしっかほっか買っていかないといけないですよね。かなりの利益上がりますよ、そうなれたら。いや、ちょっと熱くなって申し上げましたけども、本当に国家的な危機が訪れてるっていうのは、こういった為替相場に現れてます。怖いですね。怖
怖い、うん、これだけ円安が進むと海外から見て日本の株式って買いやすい状態ですよ。つまり海外の株主が増えていきますんで、日本の企業はどんどん弱体化するってことです。ただでさえ弱ってる日本の企業に追い打ちをかけるように内需はなくなり、外からは株式だけ買われるっていう感じです。仮にこれから日本の企業が V 字回復を遂げても、その利益のほとんどは海外のファンドに、投資家さんに食い尽くされるってことですよ。これ怖いですね。非常に怖いですよ。少なくとも個人的に儲けていくことっていうのは、私たちに残された最後の選択肢ですけども、それすらね、日本の円を安くすることに加担するっていう意味では、外資のハゲタカさんファンドとね、私たちは同じ穴の無地なってことですね。怖いですね。じゃあ怖い中でも結局はテクニカルをこうやってね、お伝えしている立場としては、円を売れとしか言いようがありません。円を売ってください。おはようございます。速稼塾の久保です。いや、相場解説なんですけども、ちょっとね、個人的には楽なんですけども、憂鬱ですね、かなりね、この動きは。市場介入でもない限り、本当にね、これ悪い円安が120円台まで続くんじゃないかなと思いますよね。で、あれでしょ、ファンダメンタルなこと言えば、岸田総理が結局は揮発油税、こちらの方に手をつけるんではなくって、結局なんだか目先のごまかしでなんか備蓄を放出とかしてね、これ根本的な原因になんないんですよ。ドル円に対してもそうだし、国内の物価高に関しましてもね、逆に備蓄がなくなったらどうするのって話で、これ長期化する恐れが出てきましたよ。つまり原油産出国っていうのは、世界の情勢見て備蓄をね、放出してるもんだから、じゃあそれがなくなったら結局は買うしかないでしょってことで、今からじっくりと、増産しつつもあんまりそれを増やさないっていうかね、バン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 出していかないみたいなことになると思うんですよ。まあそうなると、日本なんて特に輸入で成り立ってますからね、全ての国内の動きっていうのは外国から輸入してきた原油燃料によって行われてるわけなんですよ。で、原発の再稼働っていうのも一応今してないわけですよね。そうなってくると、エネルギーがどんどんなくなって、国内の商品っていうのは値上げをせざるを得なくなってね、で、賃金が上がるって言ったら、これ上がらないんですよ。インフレによる物価高じゃないですからね、単なる仕入れコスト増額による物価高ですから、これ私たち労働者の報酬には跳ね返ってこないんですよね。ということで、極めてやばい円安がこれから加速していって、私たちの暮らしはさらに壊滅的になるでしょうね。この冬を越せない、石油灯油を買えない方とかも、ね、出てくるんじゃないかなと思う。本当憂鬱ですね。だから相場をやっておけば、マスターしておけば、個人的に生き残る方が可能だよっていうことなんですよね。もちろんこれね、日本人の多くの方が FX をものにしていたら、全員で倍に入ってるはずなんですよ、ここずっと。そうすると日本は投資によって儲けれる国、投資立国になるわけですよね。そうなってくると、投資に対する課税ってのは功を奏するっていうかね、今ね、はっきり言ってね、投資による課税を強化したところで、そんな数千億円ぐらいしか集まんないんですよ。でも失われていく需要ってのは、国内需要ってのは数兆円ですからね、数十兆円とか。いや、本当にね、なんか憂鬱だなと思いますね。これはまた別の動画でお話していこうかと思いますけども、今日はね、引き続き、昨日一昨日に引き続き、ずっとね、とにかく円をどんどん売っていけば儲かるよと、で、ドル円上では倍に向かえばいいよって話をさせていこう、いただこうかと思います。でもどうぞ。あんまり話すことはないですよね。これ日足なんですけども、ずっとこちらの方にね、進んでるでしょ。で、一時期レンジで儲けまくったのがここですよ。で、このレンジのフェーズが終わって、ブレイクアウトをここでした時から、ここをレイズアップラインにして、さらに押し目を作って上がってるわけじゃないですか。で、次の動きはこっからこうですよ。また N を書いて上昇してるわけですよね。ここですよ、 N 字は。
いやもうこうなってくるとね、ずっと申し上げましたけど120円に向かうわけですよ。これ為替の介入でも日銀がしない限りは、もうこのまま続いていっちゃうんじゃないかなと思いますね。非常にまずいですね。非常にまずいとだけ言わせていただきますけども、しかし私の相場解説をご覧になって、そして FX をちゃんとやってる方はここでエントリーは少なくともできてると思うんですよ。ここでね、できてるでしょ。なぜなら110円の255、今赤いラインで引いてますけども、114円の255がブレイクですよっていうふうにお話してるのはずいぶん前から言ってますよね。プラスこの全体像を見てると、これも昨日も言いましたけどもね、完全なら右肩上がり相場なわけですよ、日足で。でもちろん1時間で局地的にロスカットを食らうことあると思いますけども、ロスカットを食らえば食らうほどね、もう追いがけぐらいでどん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 倍の方に突っ込んでいけば、結果今いくらですか、115円のもう411ですよ。116円も目前じゃないですか、この何日かのペースを考えてみたらね。ちょっと前ですよ、ここレンジで上がっても下がっても取れますねって言ってたのはちょっと前ですからね。この時が110円とか111円にまだいかないなって話した時なんですよ。あれからそんなに時間経ってないのに3円、4円、5円と、変わっていってるわけなんですよ。だからその分だけ見どころのある人がね、円を売ってる、そしてドルを買ってるってことですからね。私もまあその一人なんですけども、爆撃ですよ、もうはっきり言って。はい。ちょっと熱くなりましたけどね。じゃあ4時間見ていきましょう。4時間も、まごうことなく、例の、レンジが終わった後、一旦は下に潜ってロスカットは食らったんですけども、結局は、同じレンジラインを、ブレイクしたあたり取れるわけですよね。ズコーンと移動平均線はこんな形でございます。上に向かって開いてます、完全なこれ右肩上がり一直線ですよ。はい、1時間行きましょうか。もう何も言うことないですねこれね。いやこれは連日取れといてくださいよね。1時間足なんて完全に右肩上がりじゃないですか。だからこれからも倍ですよ。トレンド転換がはっきりするまではずっと買っていきましょう。で、トレンド転換があんまりね、考えられないんですよ。例えばね、月足とかを見ますよ。月足を見たら、これ月足ですけども、月足を見たらね、トレンド転換しそうなところってもう完全に抜けちゃってるんで、今度はここですね、118円の080あたりでトレンド転換起きるんじゃないかなってところですけども、そういうのもね、考えると、一方的に今右肩上がりがずっと続いてますよね、この月足で。でそうするとね、120円までこのまま突っ走っちゃいますよね。ファンダメンタルの要素もあるって昨日言いましたけども、やっぱりテクニカルでもこれ右肩上がりしかもうないんですよ。だから買いで行くしかないです。売りで行く瞬間ってのは基本的にもうないですよね。今までもなかったし、これはだからね、なんと言いますか、悪い円安ですよ、完全に。はい、まあため息ついてもしょうがないんでね、少なくともこの現実に乗っかって個人的な資産を増やしていきましょう。もうかなり増えましたよ私も。おかげさまでね、100万円ぐらいはこの2週間で稼がしてもらいましたよ。100万円ですよ。しかもこのなんていうの、大きな陰線とか陽線がバーンと伸びてね、宝くじみたいに当たったわけじゃなくって、これ完全にファンダメンタルも一部入れましたけども、テクニカルによって急速に円安が進む方向についていっただけなんですよ。そこに国際背景を組み合わせてね、ファンダメンタル。原油のことですよ。原油がどんどん値上がりをしていって、輸入が基本の日本には、この原油高っていうのはね、円安に運ぶ傾向が強いわけですよ。プラス、揮発油税の撤廃によって、あらりをね、国内あらりを守るんじゃなくて、変な補助金ぶちかましたり備蓄の放出によってごまかしてるわけなんですよね。いやこれはこの判断はないなと思います。閣僚の方とかで投資をやってる方って多分いないと思うんですよね。だからこういう感覚わかんないと思いますから、もう今だけでもね、私に決定権があるんだったらこんなことにはならないと思います。今だけでもね、いや本当になんか俺が政治家やらないとダメじゃんかっていうふうに
経営者の方とか投資家が思うのはこういうところでしょうね、きっと。うん、つまりは、なんかその書類だけ見てね、机上の空論で、おかしな理屈を作ってるのが、まあ政権なわけなんですよ。いつの世もね。でも現場で現金を叩き出している私たちから見るとね、完全に市場とは全く別のことをやってるわけなんですよ。本当にどしがたいかなと。で、目先の利益をお仲間に配ることだけね、一生懸命して、その場しのぎ、自分だけしのぎなんですよ。全体的なことを見ると何の改善にもなってない。で、私たち投資家は、まあこういうふうなトレンドが来てる以上、トレンドについていくっていうふうな、その、相場解説しかできませんよ。だってこれを、例えばね、日本政府の意向に反して、流れを変えるために、円を買いまくりましょうとか言ってね、100兆円ぐらいみんなで買えるんだったらいいですけども、買えないですからね。いやーなんか、じくじたるもんがありますね。まあ個人的には稼ぎやすいフェーズに入ってますんで、しっかりと、円売りで儲けてください。それでは、失礼します。11月26日になりました。相場解説に移ります。ずーっとね、買いで取れていたんですけども、そろそろ一瞬落ち着いてますね。こっからさらに買いに入っていくのか、それともね、何らかの原因によって、ちょっとね、売りに入るのか、ちょっとこれ様子を見ないといけない段階に入りましたけども、あくまでテクニカルで解説していくことにまた戻していこうと思います。昨日まではね、ファンダメンタルのこととか、あとはね、日銀の介入をね、私がね、期待するようなことを言いましたけども、普段テクニカルで解説する人はこういうこと言っちゃいけないんですよ。ただあまりにもね、激しい状況の動きがありましたので、まあ小話としてね、挟ましていただきました。やっぱりもう一回テクニカルに、純粋にテクニカルで見ていくようにしていきましょう。こちらです。じゃあ、日足の方を見ていきますよね。テクニカル的には、エリオット波動ではないんですけども、上昇傾向がこう強いわけなんですよ、ここでね。N を変えてどんどん上がっていた。そしてこの大きな流れで、売りの方に傾いてた時期がありますんで、4時間1時間の方はここで売りで取ったかもしれません。しかしですね、結局、大きな流れってのは、買いの方に進んでるんですよね。悪い円高って私言ってますけども。ですんで、原油高の影響もあって、やっぱりね、円は売られる方向にあるんですよ。そういう中で、大きくここを突破して、いわゆるこのフラグを作った状態ですね、フラッグ。うん、フラッグってのはどういうことかわかります?こうやって旗ですよ。戦国武将の旗。こういったのを作って、入っていった方向に抜けるって形ですよね。旗ってこういうのがあるんですよ。戦国武将の旗。こういう旗ですよ。最近でスーパーがオープンした時に大売り出しの、ね、テナントってやつがありますけどね。タペストリーか。ああいうのがありますけども、やっぱり入ってきた方向に抜けるんですよ。ですんで、右肩上がりの上昇傾向が、さらに加速されて、上の方に向かっていったってところで、114円の254ですよ。ここを超えたら買いで入ってくださいよねって、しつこく言ったところで、今取れたわけでしょ?ね、1円近く取れてますよ、これ。80ピップスとか90ピップスの利益をもたらしてるわけなんですよ。だからね、どんなに成績悪い方でも、30ピップスとか40ピップスは取れてないとダメですよ。ここで。ね。この1週間で、利益が取れてない。30ピップス、40ピップス。これだから、人によってはね、30万とか40万稼げてるでしょって話なんですよ。まあ、ロットにもよりますけどもね。私の相場解説をきちんと見ていれば、今週は黄金週になったと思います。今日だから26日でしょ ?1 週間で、多分、普段のお給料以上、倍、3倍ぐらい稼げてなければおかしいんですよ。ね。ここまではっきりしたトレンドってのはなかなか出ないですからね。で、もう一回言いますよ。トレンドのこと。日足を見てください。今、日足を。今、日足を見てもらってますけども。どういうことかっていうとね。ここを大きく捉えたときに、流れとしてね、こういう風な流れがあるでしょ?こういう風な圧倒的な流れがあるでしょ?で、こういう風な流れがありますよね。で、再びこうなってるわけですよ。少なくともここは取れてるでしょ。買いで。あれほど買いだって言ったわけですから。ここも取れてるでしょ。これは今週1週間のことですけども、買いにしか向かわない120円行くぞっていうふうに、120円っていうところまで行ってるわけなんですよ。で、その話の流れで、市場介入でもない限りは、セルに向かうことはないとまで言ってるわけですからね。で、少なくとも、
買いで入ること、買いで入れないなんてのは見ること、セルなんてのは持ってのほかなわけですよ。というところをね、ここで改めて振り返って次の4時間に行こうかと思います。4時間、はい、4時間はどういうふうになるかというと、ヘッド&ショルダーが起きましたんで、テクニカル的に見れば売りになる可能性は高かったんですよね。ですんで売りも警戒しました。お話した通りです。でも全体の流れが買いの方なんで、ヘッド&ショルダーが仮に起きてもね、ここで止まって結局上昇に向かうというシナリオが書けるんで、このヘッド&ショルダーで大きく売りで取れるってことはあんまり期待しなくてもよかったかなっていうところなんですよ。でそうするとね、ヘッド&ショルダーで売りに入るどころか、この丸で反発して上の方に逆に上がっちゃって、ここを抜けましたよね。ここを抜けたんで、さらにここを抜けた瞬間に倍で取っていくっていうシナリオをお話して、まさにそうなったわけじゃないですかね。大きく下に潜ったんでロスカット食らった方いると思いますけども、でもここで倍に入るってことをちゃんとね覚えていれば、ここでもう一回入れたわけですよ。で今に至るでしょ。どう考えても利益取れるしかないんですよ、これ。1時間です。1時間が今日冒頭でお話したように、ほら、行動の限界点、横ばいになっちゃったでしょ。移動平均線も3本が一体化されてきてるわけじゃないですか。ですんで一息ついてですね、大筋ではこれから倍の方に向かうっていう流れしかできませんけども、もしセルの方に向かうとしたら、もうお分かりだと思いますけども、ここですよ、ポイントは。ここを超えて下に潜るようだったら、115円の155からセルでエントリーをすることはあります。これは来週の話です。ですね、今週はもうエントリーありません。しっかりと儲けたんで、金曜日ですからね、ここまで利益出したら、あえて挑戦せずに行きましょう。もしそれでもエントリーをどうしてもしたいってことでしたら、倍しかありません。倍でエントリーしてください。セルの方はなくはないですけども、セルが起きるとしたら来週からセルに入った方が、この動きをね、下に動くのを見て115円の155を割ったらセルで入るで十分間に合います。今日は以上です。はい、随分ね、私も FX の力がついてきました。もともと教わっていた人がいるんですけども、今となってはその人以上に私は FX ができると思いますし、精神力の面でもね、それからこうやって継続して発信し続けるという、そういう力もあると思いますので、たまに出てきてそれらしく言ってる人よりは、私は今の自分の方が当てになるなと思っております。これは買いかぶりじゃなくてね、自己評価を高くしてるわけじゃなくて、公平に見て、客観的に見て、そうだと言えるんですよ。私もよくね、ここまで来たなと思いました。ただ5年間かかりましたからね。5年間かけてこのぐらいなら妥当と言ってもいいと思います。逆に5年かけて全く FX ができてないようだったら退場した方がいいですね、これは。5年かけて今日の私の相場解説、今週の相場解説ぐらいのことが言えないと、まあ力がついたとは言えないでしょ。だって今週一方的だったですからね、動きが。でそれを、これは例えばね、120円になるまでに買いで入れって1週間言い続けることって、相当力がないと言えないと思います。曖昧な言い方はみんなしますからね。なんか上る可能性があるとかね、下る可能性があるとかね、まあ可能性はもちろん可能性なんですけども、その中でも最終的に私はこうだってはっきりと強く言えることの連続で、それがどのぐらい現実化できたか、それとも確率的に断言したことが外れ続けたのか、これによって人は剥がれると思うんでね。で私の場合は全て断言系ですからね。今週は特に言った通りになったなというところでございます。それでは以上です。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は11月27日土曜日です。今週1週間を振り返りながら、そしてですね、昨日1日の相場解説だったんですけども、昨日はね、チャートの図が私のトークに被ってなかったということでね、分かりにくかったかもしれませんけども、十分 FX の基礎が入っている方は私の言葉だけでチャートにイメージができたと思います。あなたはどちらだったでしょうか。まあでもね、どちらにしても無駄ちミスでございますんで、今日はね、昨日お伝えしたかったことも込みでお届けしたいと思いますので、今日は2段階でお話しします。まず最初は11月27日朝4時12分の相場解説をするんですけども、1日分巻き戻してね、一番端っこの
急落した青いチャートバーっていうのは一旦ないものとしてお話していきたいと思います。その辺ごっちゃになるかもしれませんけども細かく解説していきますので、こちらをどうぞ。はい、まず日足から見ていきますけども、一番右側のこれ目立つこれがありますよね。これはちょっとねないものもと思って計算してください。昨日私がお伝えしたかったことを改めてお話しします。というのがここでトレンド転換を起こしてね、ずっと上昇していったものがまあ下降から横ばいに入ったのはお話した通りですよね。でこっからですねブレイクして上昇局面を迎えてどん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 上がっていったと。そしてここまで達していたのが昨日の時点です。なんですけども後でお話しますけども1時間を見るとねもう横ばいに入っちゃったわけですよ。ですんで上昇の勢いを一旦止めてですね、上に行くのか下に行くのかってことを占う重要な一日だよってことを昨日申し上げたんですね。でもトレンドは相変わらず右肩上がりなのは間違いないので金曜日エントリーするならまあ倍なんですけども、でも止まってますんでね、横ばいですんでね、ブレイクしたのを確認して上に行くのか下に行くのかを見ながら動いた方向についていくでもいいんじゃないかなっていうことでお話したんですよ。ですんで実際のエントリーは29日からの週に譲るということでお伝えしたんですけどね。ただねこれ日足見ていただいたら分かる通り大きく下に、こっからはチャートバーの大きな陰線も込みで話しますよ、大きく下に下がったじゃないですか。ですんで途中からどっかからねエントリーできていればいいんですけども、エントリーできてない方ね、ちょっと反省してもらいたいのはまずね少なくともここの力点を割ったところでは入れたでしょってことをちょっと言いたいんですよね。114円の254、255ですけども、ここはずーっと私がポイントとして、ブレイクしたら、上の方についていきましょうって言ったところですから、レジサポでね、今度は、これを下回った時は、この抵抗がなくなったわけなんで、こっからはね、売りで入れてたと思うんですよ。そうすると、おおよそ1円取れてるはずなんですよね。だから昨日は昨日で、爆撃できる1日だったわけなんですよ。これが日足での解説です。でも相変わらず右肩上がりですよ。昨日は株価も大きく下がりましたしね、大きくファンダメンタルが関わっていたと思いますけれども、テクニカル的に見ると右肩上がりは全然間違いないので、昨日一日で大きく下がったからといってトレンド転換だと感じるのはまだ早いです。トレンド転換をしたと思えるのはここを割った時ですね。この安値を割ってこの下落が続いてですね、こうなった時はここが転換だと言えます。でもそうでない限りは押し目を作ったに過ぎないんですよ。昨日の一日も結局はトレンドの方向に行きますんで、私でしたら週明けからね買いに入りますよ。ここを割ってなければ、ここを割ったらトレンド転換だと思ってセルの方を考えていきます。よろしいですか、ここまで。じゃあ4時間を見ていきましょうか。はい、4時間なんですけども、4時間を見ていくとどこでエントリーすればいいかってことが時間ごとに分かってきます。どこか分かります？まずねここ終わったら親と思いながらセルに入ってもいいんじゃないですか。ちょうど4時間の時間の継ぎ目になってますんで入りやすいところだったと思いますよ。はい、次がですね、ここを結んだ最強のライン、一部ここもですけどね、114円の255を割ったら大きくセルで入りますよね、もうね、すでに。これは分かってくださいよ。これはね、私が解説しなくても、ああ、以前114の255をサイドサイド念押ししたなってことで、レジサポ転換で売りに入るってことを分かっていただきたいかなと思います。それでも気づかなかった方は、もうここですよ、いよいよ。ここ。この点を結んで、伸ばしたところで、やっぱり入れないとね、セルの方向へ。さすがに、この下落がゴーンと来てるのに、倍で入るっていうのはね、ないと思いますよ。もちろん、ここで跳ね返ってどうこうっていうのを考えてるならいいんですけども、抜けたんだったらやっぱりセルでついていかないと。このあたりまでね。今4時間で見てますけども、4時間で行ってるんだったら、
最後こうなるつもりでここからねセルに入ってなくちゃダメですよ。これが振り返りです。だから次は今陽線出てますけども、買い戻してね、こういう風に入って上に跳ねるっていうのが第一仮説です。そのまますっと行くかもしれませんね。であと3つ目は跳ね返るんだけどもさらに下に行くと、112の650とかね、そっちの方面に行っちゃうってことです。この3つの仮説、この図から立てれます？立てれないとダメですよ。で、3つ目の仮説が成就した暁にはこれがトレンド転換だったとわかるわけなんですよ。なかなかそれがね、実現するまで、ここを抜けるまではトレンド転換かどうかわかりません。だって安値ね、切り下げてないのにトレンド転換って判断できないでしょ。これがだからテクニカルで見るってことなんですよ。ファンダメンタルを入れていくと急激なコストアップ、インフレが起きそうなんでドカーンと売りに行くんじゃないですかみたいなことになるんですけども、あくまでテクニカルでお話しする話になります今回ね。4時間の3つの仮説は以上です。次は1時間です。1時間を見ていって、昨日私が申し上げたのはここですよ。横ばいに入ったからブレイクするのを待ちましょうってお話をしたんですよ。そのブレイクの際入るところはここですよ。ここを割ったらセルで行ってもいいよと。それでも怖かったらここを割ったらセルで行ってくださいねと。それでも怖かったらここを割った時にセルで入ってくださいよってことですよね。でしかも114円の255っていうのをこう書いてますから、ここでねちょうど揉み合ってるでしょ。これが下に抜けたら入らないと。そのポイントがここでしょ、まさに。だからね、114円の070あたりから113円の110あたりまで取れてないといけないんですよ。どんなにのんびりしてても。取れてないってことは全く FX 分かってないってことなんで、もう一回基礎用語を覚えるところから始めないとダメです。もっと言えばね、目の前にいたらね、今まで何やってきたんですかって叱らないといけないってことですよ。これはこんなにね分かりやすくて何回も何回も解説してきた。しかもですよ、この価格を114円の255を何度も言ってきたわけですよ。これでぼんやりしてたりとか、これでねエントリーできなかったらもう終わりですよ。もう過去のね、相場回数見返してほしいんですけども、一気見でもいいんで。こんな分かりやすいことを言ってるそんな相場解説者いますって感じですよね。はい、じゃあ1時間閉じましょう。じゃあね、番外編で月足も見てみますよ、今回。月足、ぐーっと上昇していったのが、もしかしてトレンド展開に入るかもな、みたいなポイントがあります。ここと、ここで、やっぱりね、下に潜ってるわけですよ、同じように。下から来たのが、下に戻る。下から来たのが、下に戻るを繰り返してるわけですよね。ということで、もしかしたら、ここが、また、下に戻る、きっかけになるかもしれない。ね、こうやって月足で見ると判断は変わってきます。月足で見ると、これ上昇の途中の下降になるわけですよね。全体的には上昇なんですよ。だからどれだけ落ちてもまたね倍の方で取っていけるわけですよ、こういうふうに。でキーになるポイントがやっぱりここです。114の255ですよ。で、もしこれをね、破ったらの話なんですけども、ここまで上がるんじゃないのってお話をしました。ここまでね。そして、120円。120円の方向に進むでしょっていう話を繰り返してるわけですよ。120円になるってわけじゃないですよ。120円の方向に行くってことなんですよ。今114円とか115円をうろうろしてるときに、120円の方向に行くって言ったら、はっきりするでしょ。で、反対に、これ、売りの方に戻るようでしたら、例えば110円の方向に行くっていうふうに話してきたと思うんですよ、今まで。よろしいですかね。だから、月足はこういうふうに見ていきます。こういうふうに見ていくのはどういうことかわかります？ここと、ここと、今ここが結ばれようとしてるところですよ。
じゃあ、週足も見ていきますね。週足見て今日終わっていきますね。週足は、例のエリオット波動みたいに、こう、上昇しているところが見えるでしょ？こういうふうに。で、このエリオット波動の推進波を抜いて、調整波が終わった後で、やっぱりここを超えて、さらなる上昇を示唆しているわけですよ。すでにもうエリオット波動ではないですけども、でも同じようなパターンでぐんぐん上昇してるわけですよね。で、だから今回も大きく押し下げられましたけども、この形をテクニカルで見ると、単なる上昇の前の、こういう押し目なわけですよ。だから十分下がりきったところを見て、再エントリーしてもいいわけですよ。私ならこの流れで、倍の選択を取りますよね。だからね、もう一回1時間戻りましょうか。1時間の相場解説で申し上げたように、いや、ちょっと4時間ですね。4時間。4時間見ないといけない。失礼しました。4時間を見てね、ここですよ。ここを抜けたら、もう110円の方向までセルでエントリーするようになります。で、今回も、ここからね、待っていたところブレイクしたんで、何回もセルに入るポイントあったわけですよ。それを1時間で説明しました。1時間でね、行ったり来たりしますけども、入るチャンスは、セルで入るチャンスはいくらでもあったわけですよ。ここでも、ここでも、ここでもよかったでしょ？110円の255でもよかったでしょ？これで入れなかったらダメですよ、どっかで。相当儲かってるはずなんですよ。で、4時間で見ると、もうここなんですよ。ここを割ったら、もう、セルで入りましょうと。110円の方向に。4時間で見るんだったらこれです。ただこれテクニカル的にはまだ上昇局面なんで、上昇の勢いが回復していく、あれですよ。望みはあるんですよ。その可能性は大いにある。こう来て、ヘッド&ショルダーみたいになったけども、それを超えても上昇したわけですからね。ヘッド&ショルダーを組まずに。で、ここで、まあ言いたくないですけども、ファンダメンタルで落ちてきたわけなんですよ。でもテクニカルの方向に結局戻りますから、チャンスだと思って、倍に入る用意しとかないといけないんですよ、これは。ここから倍に入るわけですよ。唯一、ここを割った時だけセルですよ。割った後にですよ。だからそれまでは、倍に入るポイントを探しているって意識じゃないと。ね。長くなりましたけども、よろしかったですかね、これで。今日はかなり丁寧に説明しましたよ。でも、FX の実際対面講義になったら、もうちょっと長いです。もっともっと細かいところを話して、あと、その都度質問も受けながら回答しますので、だいたい1時間になるわけですよ、これだけでも。だから普段ね、5分とかで解説してるでしょ。で、あんなので全部わかるわけないですからね。だから、その裏に、毎日30分なり1時間なり、これ見てる方が、もう基礎を積み上げて暗記をしてるってことが前提になってますからね。で、過去もずっとね、ある程度、数ヶ月前からずっと見ているってことが前提になってますから、今日初めて見始めた人で、知識も経験もない人は面白くないって感じるはずなんですよ。ちんぷんかんぷだと思うはずなんですよ。それでいいんですよ。最初はわかんないんですよ。わかんないけども、私もね、レベルをここまで落としてお話しすると、もう毎日長くなっちゃうんで、ある程度わかるでしょってところからお話してますから。ですんでね、私が今回ここまで丁寧にお話したっていうのは、まあ、大サービスなんですけども、普段はここまで、細かくやってないでしょ。だから基礎は自分でもうやっといてください。その上で私の解説が分かるようになりますし、私の解説が分からないっていうことは基礎ができてないってことなんですよ。だから速稼塾の FX 基礎講座をね、去年皆さんにお分けしたんですけども、必要な方はまたね、今年も有料になりますけども、これはね、メールマガジン形式で3ヶ月お送りしますので、みっちりと学んでいただきたいと思います。まあ、詳細はまたね、お問い合わせいただきに返信で動画を送らせてもらいますけどもね、私の喋ってる動画を。そちらの方でご検討いただきたいんですけども、やっぱり基礎を身につけないと、何の話をしてもダメですね。もう大前提わかんないと、そういうことでございます。で、とにかく今週はがっぽり儲けたということでございます。そして、がっぽり儲けた、トレンドでがっぽり儲けたってことは、同じぐらい来週も儲けれるってことですよ。ただ残念ながら月が変わりますので、状況が変わるかもしれません。いずれにしても12月はもう中盤から落ち着いてきちゃいますので、勝負できるのは
1週間か2週間で今年の FX は終わりです。終わりですよ。ずっと言ってきたでしょこれも、うん、もうダメですよ。12月の中盤過ぎて何とかしようと思っても、もうそろそろ手仕舞いで、私もね、決済を始めてるところです。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。